いやー、今週はもしかしたらグランアレグリアが一倍台に単勝オッズが跳ね上がりそうですけれど、藤沢厩舎は G1 で一倍台になると、めっぽう弱いんですよね。去年の NHK マイルカップ、一昨年の朝日杯フューチュリティステークス、ソウルスターリングの桜花賞にコディーノの朝日杯、ダンスインザムードのオークス秋華賞にシンボリクリスエスのジャパンカップと、まあ2000年代に入ってからの藤沢厩舎の G1 での1倍での成績を並べてみましたが、全部負けているんですよね。まあ、勝って当たり前だろと思われてる中でのこの成績なので、ちょっと物足りない成績なわけですよね。ということで、グランアレグリアがこのまま本当に1倍台になるようだと、もしかすると、足を救われる可能性があるのではないでしょうか。ご挨拶が遅くなりました、バイトの A 君です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、なんか藤沢厩舎の G1 の1倍台って、なんか全然いいイメージがなくって、まあ、実際どのくらいの成績だったんだろうってことを調べてみたら、まあ、2000年に入ってからだと、1回も勝てていないということだったんですよね。はい。なので、もうグランアレグリアに勝って欲しくないと願うなら、逆に買わなくちゃいけないと。逆に買って、オッズを跳ね上げなくてはいけないというね、もう変なジレンマが出てくるわけなんですが、さて、今回はですね、98% データということで、100% には届かなかったんだけど、ちょっとお蔵入りするにはもったいないなと思えるような、すごくタイムリーなね、興味深いデータを紹介していくというシリーズの動画になっています。まあ、この藤沢厩舎の G1 の1倍台の話も、藤沢厩舎開業当時から含めると、以降待機シャトルのレースが勝てているんですよね。まあそれに習いましてデータを紹介していきます。まあ今年はね、阪神開催で例年のデータは使えないということですけれど、その上で、じゃあ一体どんなデータを紹介してくるのかということも含めて皆さんには楽しんでほしいなと思っております。ということで、皆さんの想像のいつも斜め上を行くバイトの A 君チャンネルです。スタート！さあ、ということで、ここから本編に入っていくんですが、その前にですね、ちょっとここで一つ告知が皆さんにございまして、ちょっと予定よりも半年くらい早いリリースにはなってしまったんですが、なんとですね、この度、バイトの A 君チャンネルから、バイトの A 君競馬裏新聞を発行することになりました！よいしょはい、ということで、ありがとうございます。念願の夢が一つ叶ったということなんですが、僕のチャンネルで競馬新聞を発行できることになりました。はい。まあ、今こちらに出してると思うんですけれど、週末の G1 レースの各馬の中間の様子をお伝えするというものになっております。まあ、その馬がこの中間にどこに放牧していて、どういった追い切りをしていたのかっていうことはもちろんなんですけれど、例えば、ウィン・マリリンの秋華賞前のフレグモーネ情報とか、それが実際にあって、じゃあ何週分実際に計画が遅れていたのかとかって、全然公にならなかったじゃないですか。で、そういったものを、まあ、まとめた感じになっていますかね。で、なんかそういったものが伝わらないってすごく不公平じゃないみたいな思いがずっとありまして、まあ外球動画なんかでもね、まあそれを毎週続けていたんですけれど、まあ、もっと詳しく、そして出走馬全頭をカバーするにはどうしたらいいかなってことを考えたときに、じゃあ新聞を僕のチャンネルから独自に発行しようというふうなことをね、ずっと前々から考えておりまして、まあこのタイミングでリリースということになりました。はい。ぜひですね、概要欄の方に僕のホームページのリンクがございますので、そこから僕のホームページに飛んでいただいて、新聞を購入できるページが出てまいりますので、ぜひそこから確認していただきたいなと思っております。実はこのタイミングにこれをリリースする予定って実は本当はなくって、これ実は半年前倒しにしてるんですよね。本当は来年の4月、春の G1 シーズンが開幕するときにリリースしようって決めていたんですけれど、もうどうしても今週にリリースしなくちゃいけない理由がありまして、まあそれはもちろん今週と来週の G1 のメンバーが凄すぎるということもそうですし、まあ、今週に至っては骨折情報もあったりするわけですから、まあそれはもうちょっとここでやるべきだなっていうふうに思ったこともそうなんですけれど、はい。内容自体はもう去年あたりからしっかり構築していったものになっておりまして、もうものすごく満足できるものになっておりますので、もう内容重視でちょっと見ていただきたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。はい。まあ、僕だったらもう絶対買いますね。もうそのぐらいの情報量だし、それくらいあっと驚ける情報がたくさん詰まってますし、もう何より怒りの、もう怒りの最強コンテンツに仕上げましたね。はい、なので、まあ、ぜひ、競馬新聞と同じ500円になっておりますので、今週来週、有馬記念ウィークは、競馬新聞ではなくて、僕のチャンネルの新聞を、ぜひ買っていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。
ということで、改めまして、まず一つ目の 98% データは、こちらです。アドマイア・マーズの隣の馬は、ひるんで馬券になれない。はい、ということで、いやー、尖ったデータですね。アドマイア・マーズの隣の馬は、ひるんで馬券になれないということなんですが、アドマイア・マーズの隣の枠に入った馬は馬券になりにくいということなんですね。まあ論より証拠ということで、まずはその証拠を提示したいと思うんですが、はい。アドマイア・マーズが馬体重を大幅に上げてきたデイリー杯から確認していますけれど、はい。まあアドマイア・マーズが出走してきた重賞レースっていうのは、まあ、隣の枠の馬っていうのが全然馬券に慣れていないということがこれにて確認できますよね。はい。もう全然馬券になっていないんです。で、まあなんとなくインパクトとしても強く印象に残っている方も多いと思うんですけれど、 NHK マイルカップのケイデンスコールが馬番18番で、まあマーズの隣で馬券になりましたから、まあ、ここに唯一ダメだった例があるということで、まあ、98% データとして紹介しているんですが、はい、なんか馬同士威圧するだとか、隣が牝馬だと力が出せなくなるみたいなことがあるっぽくって、まあ福永ジョッキーもね、今回出てきますバンドギャルとか、あれはなんだ、東京新聞杯だったかな、東京新聞杯の時に両隣が牝馬で意識して出遅れましたみたいなことを話していましたけれど、もしかしたらこの手の話はなんかオカルトで片付けられない話かもわからないんですよね。はい、まあバンドギャルドの東京新聞杯はね、まあこうやって両隣が牝馬になっておりまして、まあ福永ジョッキーはこれを出遅れた理由に挙げていたわけなんですけれど、はい、でこれもっと言うと、その2走前には牝馬に挟まれながらも出遅れなかったというところを見ると、これ多分熟女に弱いですね、バンドギャルド。はい、これ2走前にも牝馬に挟まれてるんですけど、この時は3歳で4歳で若い女なんですよね。で出遅れてないんですよ。でなんですけれど、東京新聞杯では5歳に挟まれてるんですよね。もう熟女の色気に見事に興奮するということになったのかななんて思うんですけれど、はい、まあ、そういう意味では、まあ、今回の枠順でもね、サウンドキアラ姉さんとスカーレットカラー姉さんに挟まれたらこれもうマジ危険ですよ。マジ危険です。もう出遅れる可能性大ですからね。気をつけたいんですけれど、まあ、それは置いときまして、まあ、そういうこともあると、まあ、ジョッキーは言っているので、まあ、アドマイア・マーズの隣に入った馬っていうのも、そういうその王者の威圧みたいなものに押されてしまうということも、まあ、ちょっと考慮してもいいんではないかなというふうなお話でした。ぜひ何かの参考にしてみてください。続きまして二つ目はこちらです。夏競馬の重賞で馬券になれなかった3歳世代は、秋競馬の G1 で馬券になりづらい。はい、ということで、夏競馬の重賞で馬券になれなかった3歳世代は、秋競馬の G1 で馬券になりづらいということなんですが、まあ、簡潔に言いますと、今年の3歳世代って、夏競馬にあたる6月、7月、8月の重賞で1回も馬券になれなかったんですよね。で、これって極めて異例なことでして、グレード制導入以降だと2000年のエアシャカール世代まで遡るんですよね。はい。で、この世代というのが、まあ例によって一つのレースを除いては、1回も G1 では馬券になれなかったということなので、まあ今年もそうなるんではないかという話ですよね。はい。まあ、要は普通、秋競馬の G1 で、複数回以上は3歳馬で馬券になるんですけれど、1回も慣れなかった世代には、その兆候が夏競馬の時点で出ていたということになるんですよね。まあ、別にオカルトでも何でもなくって、まあ、夏競馬で通用していれば、まあ、その後の秋競馬でも、まあ、G1 で通用するし、夏に通用していなかったら、やっぱり秋の G1 でもなかなか厳しい戦いになるというのは、まあ、当たり前のことですよね。まあ、それをよく表しているデータになっています。はい。で、先ほども言いましたけれど、夏競馬に1回も馬券になれなかったということで、まあ、これ全体で見ても史上2例目とかだったかな。はい、まあ、かなり珍しいことが起きてまして、世代のレベルとしてはどうなのかなということがありますので、3歳世代、すなわちサリオスなんかが危ないのではないかという話ですかね。はい、ということで、いかがでしょうか。ね。まあ、ただですね、まあ、98% データということで、まあ、1レースだけ例外が出てしまったというふうな話をしたと思うんですが、それがですね、マイルチャンピオンシップになっておりまして、でしかも、マイルチャンピオンシップで、皐月賞ダービーと走って、マイル路線に切り替えてきた馬が馬券になってるので、まあ、そういう意味では、サリオスは馬券になれるかもわからないですね。
はい、ということで、最後に保険を打ちました。なんかこれはどうしても今週取り上げておきたいなって思ってまして、まあ、これってなんか来週のジャパンカップでも無視できなくなる話になるわけじゃないですか。でもし仮にですよ、ここでサリオスが馬券になるようなことがあれば、まあ、98% データ的には、まあ、その席が埋まるわけなので、もう来週のコントレイルにデアリングタクトは馬券になれないかもっていうことなので、まあ、非常にね、今週のサリオスの結果に目が離せないわけです。ということなので、まあ、今週これをちょっとどうしてもね、伝えておきたいなって思いましたので、伝えてみました。ぜひ、周りで話す、話の種にしてみてください。はい、ということで、マイルチャンピオンシップにまつわる 98% データということで、こちらのデータを紹介してみました。ぜひ、参考にしてみてください。はい。で、まあ、最後にね、ここまで見てくださった皆様に、おまけの 100% データを最後に一つだけ紹介しておきますと、実はですね、今年の G1 では、現、4歳世代のボバというのがなんとですね、まだ1回も連帯できていないんです。はい、今年の芝 G1 で今の4歳世代のボバが、まあ、アドマイヤマーズとか世代ですよね、まだ1回も連帯できていないんです。はい、でなんかこれって JRA の歴史の中でまだ1回もない出来事らしくって、なのでまあこれを、まあ、逆手にとってね、もう逆張りして、でもそろそろ来るだろうということで、まあ、アドマイヤマーズ世代を買うのか、それとも、じゃあそんだけ弱い世代なのかというふうに、まあ、単純に捉えまして、まあ、アドマイヤマーズ世代を、まあ、軽視するのかというのは、まあ、少しちょっとここから考えてもいいのかななんて思えますよね。はい。まあ、この世代のボバって、まあ、ダービーで言うと、ロジャー・バローズ、ダノン・キングリー、ベロックス、サートルナーリア、西野デイジー、クラージュゲリエ、ランフォザローゼスということで、まだコバ G1 で1回も勝ててないんですよね。はい、なので、まあそういう意味ではちょっと他の世代に比べると、まあ少し見劣りする世代なのかなという判断はちょっとできそうですよね。はい、ということで、まあぜひね、これに対するコメントもいただきたいなと思っておりますので、何か思いついたことがございましたら、はい、ぜひコメント欄に書いていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、今回はね、まあ、前走データであったりとか、まあ、そういうコースとかに縛られたデータみたいなものは一切紹介しなかったんですけれど、まあ、そういうものももちろん今回僕は調べ上げております。で、それもですね、まあ、どこかで話したいなって思っておりますので、まあ、今週できれば生配信のところでお話ししようかなって思っておりますので、ぜひチャンネル登録と通知を入れてリアルタイムで参加してもらって、そのデータを聞きに来てほしいなって思っております。そこでサリオスの気になる 100% データの話なんかも取り上げたいなって思っております。お待ちしております。はい、ということで今回も最後まで本当にご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。はい、すいません。